諸君はグリム童話ラプンツェルと聞くとどんなイメージがあるかな。塔に閉じ込められた長い金髪の少女の話。実はこの話には元になったとされる伝説があるんだ。遡ること約1800年前、古代ローマ時代のイタリアでのこと。金持ちの男ディオスコルスは悩んでいた。娘にいらぬ虫がつかないようにするにはどうすればいいのか。彼の娘バルバラは類まれな美貌の持ち主で、長い金髪と魅力的な瞳に魅了された多くの若者から求婚されていたんだ。そんなある日、ディオスコルスは思いつく。こうするのが一番だ。なんと彼は娘に若者たちが寄りつかないよう高い塔を建てて閉じ込めたんだ。ところがそれから数ヶ月後、バルバラは塔から逃亡するも、父ディオスコルスが差し向けた追っ手に捕まってしまう。そして Midnight Moon プレゼンテッドバイアルゴメタリー。マダモアゼン、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。バンパイアの剣でっぞ。言うの闇人形のヤムリですわ。ディズニーのプリンセスものは女子の永遠の夢ですわ。私もヤムリ島で剣の毛をむしりながら外に出る日を待っておりますの。王子様、早く来い。闇に島ってなんだい。王子様が来る前に私がハゲてしまうからやめてくれないか。いいじゃありませんの、もったいぶってないで。さて、今宵紹介するのは本当のラプンツェルについて。ラプンツェルといえば子供が好きなグリム童話の一つ、少女が成長していく愛と冒険の物語と。本当にそれだけだろうか。実は子供に言えないような驚愕の話があったんだぞ。言うの愛と成長の物語。まずはラプンツェルをよく知らない諸君のために、現代で最もよく知られているディズニー映画版のストーリーをおさらいしよう。昔々、とある王国の森にそびえ立つ塔に一人の少女が住んでいた。名前はラプンツェル。彼女の育て親である悪女ゴーテルは王国の王女ラプンツェルを幼い時に誘拐し、塔に閉じ込めてきたんだ。どうしてゴーテルはラプンツェルを閉じ込めるのか。それはラプンツェルの髪の毛には魔法が宿っていて、歌うことで力を発揮し、どんな病でも治すことができたから。そしてゴーテルはラプンツェルにこう命じていた。ここから出てはいけないよ。髪の毛を切ることもダメだ。この時ゴーテルは400歳を超えていた。そう、ゴーテルの目的はラプンツェルの魔法の力で自分の美貌を維持するためだったんだ。しかしある時、ラプンツェルの歌声に魅了された若者が塔に忍び込んだ。そこから外に行きたくてしょうがないラプンツェルと若者の逃避行が始まるんだ。ここまでがディズニー版の大まかなあらすじだ。しかしこの話、原作となったグリム童話では前提からして違う。少女の父親は王様ではなく、ラプンツェルも王女ではない。それにラプンツェルという言葉には別の意味があった。それは桔梗科の植物。桔梗？桔梗科の一種にラプンツェルというのがあって、葉をサラダなどにして食べられるらしいよ。それじゃあ葉っぱやろうって言ってるのと同じですのね。でもそもそもなんで葉っぱの名前がついたんですの？気になるよね。その理由はグリム童話版のラプンツェルを読むとわかるんだぞ。グリム童話版は平凡な夫婦の話から始まる。あなた、隣の庭のラプンツェルが欲しいわ、取ってきて。ある日、お腹が大きい女性が夫に懇願した。夫は不安な表情で答える。わかったよ、取ってくるよ。彼が不安になるのも当然。なぜなら隣の庭の持ち主は魔女だったから。夫は妊娠した妻のため、そわそわしながら魔女の庭でラプンツェルを引き抜いた。そう、グリム童話のラプンツェルの両親は王国の王様ではないんだ。それに後に生まれてくる子供の髪の毛に治癒の魔法もない。さらに言うと、夫婦は生まれた子供をゴーテルに奪われたのでもないんだ。妻は言った。あなた、私あの葉っぱを食べないと死んじゃうわ。こうして夫はラプンツェルを盗む危険を犯し続けた。しかしその日は間もなくやってくる。お前が盗っとか、懲らしめてやる。夫はとうとう魔女に捕まってしまう。自分の命が惜しい彼は妊娠した妻のことを話してしまうんだ。すると魔女はこう言った。それならば好きなだけラプンツェルを持っていきな。ただし生まれてくる子供は私がもらうよ。夫は静かにうなずいた。こうして夫は妻のために生まれてくる子供を諦めてしまった。そして生まれてきた赤ちゃんは魔女に引き取られ、ラプンツェルと名付けられたんだ。じゃあ少女は誘拐されたんじゃなくて親に捨てられたってこと？結果的にはそういうことになるね。じゃあゴーテルは悪者じゃないんですのね。魔女がいいか悪いかは別として、子供は誘拐されたわけではないってことだね。しかもグリム童話は7回も改編されていて、初版と最終版では話がかなり変わっている。改変された理由はね、初版のラプンツェルには子供にとても見せられないような過激な描写が盛りだくさんだったからなんだぞ。初版のラプンツェル。
ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしておくれ。魔女はラプンツェルの挑発で塔に登るとき、このように声掛けをしていた。それをこっそりと若い男が見ていた。彼は映画版では盗人だったが、グリム童話版では全く違う設定だ。キャー、あなたは誰？その日ラプンツェルはいつもと同じ合図を聞いて髪を下ろしたが、上がってきたのは魔女ではない。それはなんと見知らぬイケメン、下からこっそり見ていた男だった。現代なら不法侵入とかで即警察呼ばれるであろうこの男は一体何者なのか。なんと彼は王国の王子。驚くラプンツェルに王子はこう語りかけた。あなたの美しい声に惹かれて来てしまいました。私と結婚してもらえませんか？いきなり来て何を言ってるんだってものだが、二人はすぐさま恋に落ち、その場で結婚を約束してしまう。だが塔からは簡単に脱出できない。ではどうすればいいのか。そこでラプンツェルはこう提案するんだ。王子様が来るために一かせの絹糸を持ってきてください。つまり魔女にわからないようにロープを作り、外に出ようという計画だ。王子はそれから毎日魔女が来ない夜の時間帯を狙い塔に通うようになった。しかし初版のラプンツェルでは映画版のように二人で逃げるまで持たなかった。なぜなら若い男女が暗い夜に二人きり、つまり王子は呼ばいしていたから。ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしておくれ。ある日の昼間、魔女はこう言うといつものようにゆっくりと塔を登った。しかしこの時ラプンツェルは口を滑らせてしまう。どうしてこんなに時間がかかりますの？あの方ならすぐですのに。さらに初版ではとどめの一言を吐いてしまう。ああ苦しい、最近ドレスがきつくなってきて困りましたわ。諸君なら呼ばいされまくった少女に何が起きたのかすぐに分かっただろう。グリム童話におけるラプンツェルは12歳の時から塔に閉じ込められていた。王子が塔に通い始めたのはその2、3年後。つまりラプンツェルは中学生くらいの年齢で妊娠したんだ。これは子供に言いたくない話ですわね。そうだよね、親だったら大激怒、殴り込み者だね。あらけん、なんか急に娘ラブの親父みたいですわよ。実はラプンツェルのファンだったりして。ねえミリー、ラブラブファンファン。私をからかわないでくれないか。続きを見ていくぞ。ラプンツェル、お前はよくも私を騙してくれたね。王子の呼ばいとラプンツェルの妊娠を知った魔女は怒り狂った。そして三つ編みにしてあったラプンツェルの髪の毛をバッサリと切断してしまうんだ。出て行け。こうして魔女は大きなお腹をしたラプンツェルを砂漠に放り出した。もちろん王子を放置するはずがない。魔女は三つ編みを塔に垂れ下げて夜を待ったんだ。王子は言った。ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしておくれ。その日の夜も何も知らない王子は塔に上がった。しかしそこにラプンツェルはいない。代わりに魔女が冷たく言い放った。お前はよくもあの子をそそのかしてくれたね。二度と会えなくしてやったよ。その一言に崩れ落ちる王子。彼女にもう会えないなんて。なんと王子は塔から飛び降りてしまったんだ。この時命は取り留めたが、王子の目に茨が入り失明してしまうんだ。その後ラプンツェルは砂漠で双子を産み、王子は失明したままさまよったという、まさに地獄のような展開だ。だがその数年後、事態は好転する。惨めに暮らしながらも二人は砂漠で偶然再会し、ディズニー映画版と同じようにラプンツェルの涙で王子の目が回復。その後二人は王国に行き幸せに暮らしたという。最後はかなり強引なハッピーエンドでしたわね。人気なくて打ち切られる少年漫画みたいだったね。でも乙女の夢を壊さなくてよかったですわ。危うく黒魔術を使ってしまうところでしたもの。イヤミ君は一体どこに怪しげな術を使おうというんだい？だけど私的にはちょっとつまらないですわ。人間の闇が足りない気がしますの。闇人形のイヤミリ君にとってはそうかもしれないね。待ってくれたまえ。実はグリム童話の元になったという伝説があるんだ。それはもうハッピーエンドとは程遠い胸くその悪いお話なんだぞ。言うの？古代のラプンツェル。遡ること約1800年前のイタリア、古代ローマの時代のこと。金持ちの男ディオスコルスは悩んでいた。娘にいらぬ虫がつかないようにするにはどうすればいいのか。彼の年頃の娘バルバラは類稀な美貌の持ち主。その長い金髪と魅力的な瞳に魅了された若者たちから求婚されていたんだ。そんなある日ディオスコルスは思いつく。こうするのが一番だ。こうして彼は娘バルバラに若者たちが寄りつかないよう高い塔を建てて閉じ込めたんだ。お父様、私をここから出してください。もちろんバルバラは拒んだが、無理やり軟禁されてしまった。ところがそれから数ヶ月後、バルバラは塔から逃亡してしまうんだ。バルバラどこ行っちゃいましたの？落ち着いてヤミリ君、髪の毛を抜くのをやめるんだ。少し時間軸を遡ろう。よいしょよいしょ。塔では男たちが何かを搬入している。父親のディオスコルスがバルバラを高い塔に閉じ込めた時、塔と外を行き来したのは食料や必需品、生活に必要なものを入れたカゴを上げ下げさせていたんだ。
塔に閉じ込めたとはいえ、大事な娘に不自由な思いをさせたくなかったからだ。しかしその日、物資の中にはあるものが入っていた。あら、何かしら。それはキリスト教の聖典、聖書。塔の中で他にすることがないバラバラは聖書を読んだ。時間ならあり余るほどある。来る日も来る日も夢中になって読み続け、やがてバラバラはキリスト教を信じるようになったんだ。そしてある日、彼女はこう言った。お腹が痛いの、お医者さんを連れてきてくれない？こうして呼ばれたのは医者ではなく、カトリック教会の司祭。バラバラは洗礼を受けたんだ。これが後々大変なことを招くとは知らずに。というのも、当時のローマではキリスト教が異端として禁止されていた。つまりキリスト教を信じるということは死刑に値する重罪。おい、バルバラはどうなっちゃうのかしら。嫌な予感しかしませんわ。今の時代と違い、この時代は宗教の自由がなかったからね。でも塔に閉じ込めるくらい娘ラムの父親ですものね。どうにかなりそうですわよね。それが人間の闇なんだ。ヤビリ君、この父親はどんなことをしたのか見ていくぞ。言うの苦難のラプンツェル。なんだと。娘がキリスト教信者になったことを知った父ディオスコルスは激怒した。わざわざ高い塔を建てて守ろうとしたのに、死に値する罪を犯すとは許せない。父親に自分の改宗がバレたことを知らされ、バルバラは焦る。まずい、とにかく逃げなきゃ。他の隠れキリスト教信者の助けを借りてこっそり塔から降りた。こうして激怒した父親をかわすため、バルバラは逃亡したんだ。逃げるわよ。それはまるでディズニー映画版のラプンツェルのよう。しかしそばに恋人はおらず、代わりに聖書を携帯。神を信じる敬虔なキリスト教信者になったんだ。しかし彼女はやがて居場所を密告され捕まってしまう。そして縄で縛られてローマ法廷へ。裁判官はこう尋ねた。あなたは異教の神を信じるのですか？うつむいていたバルバラは突然長い髪を振り乱しこう叫んだ。主よ、キリストよ。皮肉にもキリスト教を信じることが塔に閉じ込められた彼女の拠り所だったようだね。異端の宗教を信じたとして有罪になったバルバラは拷問を受けた。それは鞭打ちや火をあてがって皮膚を焼くという悲惨なもの。すぐに倒れて気を失うバルバラ。しかし傷はしばらくするとなぜか癒された。それはまるで長い金髪に秘められた魔法のよう。人々はざわめき始めた。おい、ディオスコルス、お前は娘に何をしたんだ。まさかお前も異教を信じているのか。痛めつけられる娘を見て父ディオスコルスは苦しんだ。しかしそれは娘がかわいそうだからではない。彼はこう思ったんだ。バルバラを生かしておくことはできない。このままでは俺もまずいことになる。そしてついに迎えた12月4日、哀れなバルバラは実の父親によって斬首された。父親は異端の神を信じる娘のせいで自分の身を案じてバルバラを処刑したんだ。しかし奇妙なことに、その後父親には雷が落ちて即死したという。ギギギギギ。バルバラ伝説の最後の急展開にびっくりしたのだろう。ヤミリ君がまたギギギギ言ってるか、それはさておき、キリスト教がローマ帝国で国教化したのはそれから100年ほど後のことだ。信仰のために命を失ったバルバラは今もキリスト教会のいくつかの教派で聖人として崇められている。そして彼女が亡くなった12月4日は聖バルバラの記念日となったんだ。ミッドナイトの諸君、よければコメント欄で感想を聞かせてくれたまえ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。